七クマ。俺は竹見葵、デザイン会社の広報部で働く27歳。8年付き合ったカナと25歳で結婚した。カナは結婚直後に国家試験に合格し、共働きでもお互い支え合いながら本当に充実した結婚生活を送っていた。あのね、私妊娠したみたい。この時俺はカナも同じ気持ちでこの瞬間を喜んでいると思ってた。楽しみだな、俺たちの赤ちゃん。うん。そして俺たちのマナ娘であるウタが誕生した。ウタを初めて抱いた日のぬくもりと重みは今でもはっきりと思い出すことができる。今寝返りできた。俺見れてない。ウタ、もう一回パパにも見せてくれ。泡ついてる。もうウタ、ウタちゃん、可愛い娘と美しい妻、笑顔にあふれた幸せな生活。俺は本当に幸せだった。来月から仕事に行くね。は？保育園は間に合わなくて、とりあえず一時保育にするから。ちょっと待ってよ。もう決めたから。カナは産後半年で仕事復帰。俺は時間に融通が利く部署へ移動した。カナは歌に接することも家に帰ってくることも少なくなり、喧嘩もたくさんした。違うシャンプーの匂いで帰ってきたこともあった。それでもきっと歌のために帰ってきてるんだと思っていたのに、ついに事件は起こった。今日何の日か分かってんのかよ。歌の1歳の誕生日、カナは帰ってこなかった。それどころか連絡さえもなかった。数日後、帰宅したカナと口論になり、今まで溜め込んでいた不満も同時に爆発した。離婚してください。私には家庭を作れない、母親になれない。分かった、こうするしかなかった。歌のためにも母親との思い出が少ないうちにと思った。カナは離婚届を書く時も泣きながら何度もごめんなさいと謝っていた。もう俺には彼女の気持ちが理解できなかった。おむつも買ったし、お尻拭きはまだ大丈夫だな。離婚してから3ヶ月、会社に事情を説明すると子連れ出勤を提案してくれて、育児をしながらなんとか仕事もこなす日々を送っていた。仕事が忙しい日は一時保育も使ったが、この生活にも限界を感じていた。本格的に保育園に預けるとして、もう少し人手が欲しい。やっぱ地元戻るか。うた、新しい友達できるかな。実家近くの手頃なマンションへ引っ越し、今日は保育園の見学に来た。お待たせしました。葵？ほのか？今日の見学って葵？うん、ほのか、ここの先生？そうだよ。彼女は高山ほのか。小学校からの幼馴染で、高校ではかなとも友達になり、俺の連れと4人でいつも遊んでいた。うん、ここならほのかもいて安心だ。何よりも歌が喜んでる。今日、かなは？かなとは離婚したんだ。で、しばらく歌と2人で頑張ってたんだけど、ちょっと親にも頼ろうかなって。情けないよな。全部一人でやってたら疲れるのは当たり前だよ。何のために私たちがいると思ってるの？頑張るお父さんお母さん、子供の笑顔のためだよ。でも歌ちゃんが笑顔で元気なのは葵が頑張ったからだよね。ありがとう。幼馴染として私のことも頼ってよ。いつでも相談してね。うん。久々の再会に、久々の再会に乾杯。地元に戻ってから1年が経った。両親と歌が快諾してくれたおかげで中学の同窓会に参加していた。ほのか、
そろそろジュースとかお茶にしよう。な？大丈夫。ごめん。何してるんだろう。私。ほのか。危ないって。大丈夫。同窓会は盛り上がり、二次会の流れだったが、酔いが回ったほのかを放っておくこともできず、家まで送ることにした。あの時葵がさ、あぶー、な、危な。ごめん。こら。それはちょっと。いいから。よいしょ。あれ、ほのかってこんなに華奢だったっけ。最後にほのかをおんぶしたのは小学校の時だったかな。懐かしいね。昔はよくおんぶしてもらったな。だな、ほのか、あの頃からよく転んで。うん、葵。ほのか、起きて。好き、ずっと好き。え、ほのか、寝言だよな。パパ、うた、今日も楽しかったか。うん。ほのかはあの時のことを覚えていないのか、変わらない態度で俺に接するが、俺はほのかのことを意識しまくりで正直気まずい。あ、たけみさん、うたちゃんなんですけど。あ、はい。少し風邪気味みたいで、時々咳をしていたので、ご家庭でも様子を見てあげてください。園内でも風邪が流行っているので。え？はい、気をつけます。歌は少し咳をしていたが、変わった様子もない。あまり気にしすぎるのも良くないかと思い、歌の隣で眠りについた。あ、歌？歌？深夜に目が覚め、歌の様子を見ると顔を真っ赤にして荒く息をしながら眠っていた。未経験の事態に動揺しすぎて情けないけど全く頭が動かなかった。まずは母さんに相談って、昨日から旅行か。あ、ダメだ、どうしよう。もしもし。ごめん、夜中に。寝てたよね。歌ちゃんの様子が気になっちゃって。どうしたらいい。どうしたの葵、落ち着いて。歌がすごい熱で息が荒いんだ。やっぱり今から私が言うことをやってみて。わかった。俺はほのかにすがるように指示通りに動いた。しばらくすると歌はだいぶ落ち着いてきた。無我夢中だったけど結構時間過ぎてたんだ。もしもし。歌ちゃん大丈夫？差し入れ持ってきたんだけど、ドアにかけといた方がいい？え、ちょ、待って。ごめん、夜中に押しかけて。いや、ありがとう。入る？うん。歌ちゃんの様子見てもいい？まだ熱はありそうだけど、明日一日安静にしてればきっと大丈夫だよ。よかった。葵、よく頑張ったね。お疲れ様。ほのかの声と表情があまりにも優しくて、ずっと張り詰めていた糸がプツッと切れた俺は子供のように泣きじゃくった。うん、頑張ったね葵。頑張ったよ。今まで我慢していたものが溢れてしまったみたいで、俺はなかなか涙を止めることができなかった。そして俺はほのかにぽつりぽつりとカナとの離婚の話、ウタのことを話した。ほのかはその話に口を挟むわけでもなく、子供をなだめるようにずっと俺の背中をさすってくれた。ごめん、急に泣き出すし、カナのこととか口ばっかり聞かせて。ううん、あのね、私は出会った頃から葵のことが好きなんだよ。情けないところも、芯が通ってて頑固なところも、全部好き。恋人とか再婚相手にとは言わないけど、
幼なじみ以上の存在として葵のそばにいたい。パパ。うた先生、うたちゃん大丈夫？先生と一緒にお水飲もうか。返事できなかった。答えはもう決まってるんだけどな。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ナナクマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。